どうも、CC とランランのうちへようこそ。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回は休日の CC の様子をお届けいたします。 CC は息子のヒロ君を見守ることとママに甘えることで頭がいっぱいのようです。そんな可愛い様子をお届けいたします。こちらは朝の散歩を終えた CC の様子になります。そう、お散歩後はお口と足回りを拭いていきます。その時に雑草などが気についていないかも確認します。皮膚の弱い CC ですが、雑草などが原因でかゆみを引き起こすこともあります。しーちゃんご飯にする？しーちゃん真顔だ。しーちゃんご飯だよ。最近は甘えが原因なのか、なかなかご飯を食べてくれません。しーちゃんの髪ボサボサだよ。泣いてたの？泣いてたよ。ひろくん可愛いね。しーちゃんご飯食べる？しーちゃんご飯食べる？多分ご飯だな、しーちゃん。うん、ひろくん。ちょっと待って、冷ますからね。冷ますからね。大丈夫かな？し？よし、どうかな？お湯でふやかしたんだけど、あ、やっぱ食べた。食べた。偉かったね、しーちゃん。ごちそうさまでした。美味しかったね、しーちゃんね。しーちゃん、ひろくん見ててあげてね。ひろくん笑ってんの。しーちゃん、ひろくんすごい笑顔だね。この日は天気が良かったので、お昼の散歩に行ってきました。ウキウキなしーしーに注目です。おお。そうね、わ、元気だね、しーちゃん。出発しよう。行こうね、しーちゃんね。行こう、しーちゃん。行くよ、はいでー。行こう、行くよー。行くよー、はいでー。めっちゃルンルン。帰宅後はシーシーとヒロくんのお昼寝の時間になります。そしてあっという間に夕方へ突入します。一日一日があっという間に過ぎていきます。おかえり、くるくる、ハイタッチ、よし。すごい、食べるね。食べるね。シーちゃん、ほい。おいしいね。完食です。美味しかったね。じゃあもうおしまいだよ。よかったね、しーちゃん。しーちゃん、しーちゃん、来てんの、ありがとう。ひろく笑ってんの。笑ってんの、ひろくん。
あ、そうなんだ。うん、お水見ててほしいの。行くね。微妙な距離が。しーちゃんも散歩行くよ。しーちゃん、歯磨き食べる？じゃあ、歯磨き食べるか。食べたいね。はい。あとないの？溜まっちゃった。ゆくん。しーちゃん真顔になった。さっきも笑ってたのに。ひろく泣いてるのにして、それはない、言ってあげなよ。じゃあ、ひろちゃん。ちょっと距離を置いた。え、ひーちゃんさ、お薬の時間になったから、お薬飲もうか。これがトリーチで、これがお薬です。で、これこうやって。はい。一応美味しかったね。ゴシ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 。二回行くよ。ひろくんもね、起きたかな？起きた。うん、起きたね。でも洋服着てから行こうね。寒い。はい。いかがだったでしょうか。休みの日はシーシーとヒロ君がいるのですごく幸せです。ただシーシーの食欲不振など心配なことはありますが、しっかり見守っていきたいです。ではこの辺で終わりにしたいと思います。次の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。